片岡知恵蔵、入れ墨み砲眼は時代劇スターの片岡知恵蔵が主演した東横映画、東映が制作した時代劇の映画シリーズである。片岡知恵蔵が東横から東映で東山金四郎を演じた作品群がシリーズに該当する。入れ墨み砲眼のタイトルの由来は一作目の入れ墨み砲丸王カラン部の巻に由来している。 また、片岡千恵蔵の東山金四郎シリーズや、千恵蔵の金さんなどと呼ばれることがある。片岡千恵蔵の主演で、1950年から1962年までの11年間に、東映で全18作が制作された。片岡千恵蔵の18番とも呼ばれる、戦後の代表作シリーズの一つになった。また、 時代小説家の陣で達郎が原作で、計10作にわたり参加している部分も特徴である。片岡知恵蔵は、戦前の1938年の、ヤジタ道中期にて、東山金四郎を主演で演じており、入れ墨方眼シリーズと合わせると24年間で、生涯19作となる。1965年には、鶴田浩治主演による、リメイク、入れ墨方眼が公開されている。 後に、東映制作の1970年、演山の金山取物町や1975年、演山の金山などの東山金四郎を主演にした、テレビ時代劇シリーズが2007年までの長年に、わたり、様々な俳優によって制作されている。ありがとうございます。